長崎市の話題をお伝えする知っておく長崎です。今回はちょっと難しいかもしれませんが、介護保険制度についてお話を伺います。スタジオには介護保険課の森かおるさんと井上かおるさんにお越しいただいております。お二人ともかおるさんなんですね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんは介護保険制度についてどれぐらいの知識をお持ちでしょうか。40歳以上の方は介護保険料を納める義務があって、まあ、一部を負担すればいろんなサービスを受けることができるものですよね。私は今34歳なのでまだ介護保険料も納めてないんですよね。なので、まあ、サービスも受けてないんですけれども、今日はちょっと勉強するつもりでいろいろと教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずはじめに介護保険制度はいつから始まったんでしょうか。はい、長崎だけではなくて全国的なことなんですけれども、うん、高齢化、それから各家族化で、それから、介護をしているご家族の方の高齢化に伴いまして、高齢者の方をめぐる環境はですね、刻々と変化をしています。でそんな中で社会全体で支え合おうという仕組みが介護保険制度です。うん、平成12年の4月ですねからスタートをしています。もうじゃあ10年ちょっと、そうですね、はい、なんですね。はい、で今回3年に一度の、まあ、いろんな見直しが行われたんですよね。そうですね。はい、介護保険はですね、基本的には費用の一部分、はい、原則として1割を支払って介護のサービスを利用する仕組みになっているんですけれども、うん、まあ、おっしゃる通りですね、3年に1回見直しが、事業計画というものが見直しがされておりまして、はい、今回はですね、平成24年度から26年度の3カ年間分ですね、第5期計画というものを見直しをしました。はい、はい、まあ、とても大切なことなので皆さんしっかりと聞いておいていただきたいと思うんですが、具体的にですね、まず介護保険サービスを受けることができるその対象者という方について教えていただきたいんですが、はいはい、主に65歳以上の高齢者の方なんですけれども、はい、この方々は第1号被保険者といいまして、要支援、要介護認定を申請して承認されますと、個別のそれぞれのケアプランに基づいて介護のサービスが利用できるようになっています。うん、でそれから保険料を納入されている40歳から64歳までの方はですね、はい、第2号被保険者といいまして、介護のサービスを利用される場合にはですね、うん、特定の疾患がある方で介護がどうしても必要ということになれば認定を受けていただいて、うん、利用していただく形になります。うん、40歳から保険料を納める義務はありますけれども、はい、まあ、40歳からそのサービスを受けることができるのは特定の病気に関してのみなんですね。はい、主に65歳以上の方が介護サービスを受けることができるんだそうです。そうです。で、まあ、介護保険のその財源、はい、どこからどんなふうにお金が出て皆さんこうサービスを受けているのかというところを教えていただきたいんですが、はい、そうですね、はい、円グラフをご覧いただきたいんですけれども、はい、左側の円ですね、半分が公費で半分が保険料で賄われています。うん、左側の下の部分に国 25% とありますけれども、全体の4分の1を占めています。で左上に長崎県、それから長崎市とありますけれども、それぞれの自治体が、半分ずつですね、公費を負担している形になっております。うん、で残りの右半分、右上にあります65歳以上の方の保険料が 21%、で左下に40歳から64歳までの方の保険料は 29% となっておりまして、こういった内訳になっております。はい、でそのまま右側にプラス、うん、サービス利用者負担ありますけれども、ご本人さんが、サービスを利用されるときに、うん、先ほど申し上げましたけど原則1割負担をするという形になっていますので、うん、これが全体の介護保険の財源となります。なるほど、円グラフの半分は国や市や県が負担していると。はい、で40歳以上の方が支払う保険料はその半分、はい、でやっぱり65歳以上の方の方が負担が少ないんですね。割合ですね。若い方の方が負担、はい、割合としては多いということになってくるんですね。はい、まあ、社会全体で介護保険を支えているということで、うん、やっぱり長崎でも年々高齢化が進んでいますか。はい、そうですね。はい、こちらもグラフを使ってご説明させていただきたいんですけれども、高齢者数と高齢化率の推移っていうのがありますけれども、はい、左が21年度から右が徐々に、折れ線グラフが上がってきております。うん、26年度の見込みまであるんですけれども、はい、この間に11,761人の方がですね、増えるのではないかと見込まれております。もう本当明らかですよね。周りを見渡してもご高齢の方がもう多くなってきて、はい、
るというのは、ね、もう身をもって感じることでありますからね、はい、であと要介護認定者の数、はい、そうですね、現状はどうなんでしょう、はい、介護が必要になった方の数なんですけど、はい、こちらもグラフを準備させていただいてますのでご覧ください。左側に同じように平成21年度の実績から右側に少しずつ上がってきてますけれども、26年度の見込み額があります、はい、これがですね、21年度は高齢者の方で、約5人に1人が認定を受けてらっしゃったんですけれども、うんうんうん、それが徐々に上がってきて4人に1人という見込みになっています。これはどういうことが考えられるんですか、はい、徐々にそのやはりに、あの高齢者の数が増えているということで、はい、ていうことなんです、必然的に受ける方がやっぱり多くなっているということなんですね、はいはい、ではですね、介護サービスの利用状況について教えていただこうと思います、はい、介護サービスの利用されている方の内訳、主な、ね、はい、内容ですね、はい、ご覧ください、表なんですけれども、3色ずつこう色がついてますけど、左側から21年度、22年度、23年度で表してますけれども、はい、まあ、基本的にはですね、家で、居宅で利用される訪問介護、それから、通所介護サービスが大きく伸びてきています。家に、はい、まあ、ヘルパーの方に来ていただいて、はい、いろんな介護を受けたりとか、はい、でまあ、ご自身でも通って施設に通ってっていう介護が増えてきている、はいはい、そうですね、うん、この表の右側は施設のサービスなんですけれども、うん、それに比べてご自宅で受けるサービスが増えてきているということですね、はい、まあ、ここまでは長崎市の高齢者の推移、介護サービスの利用状況について見てきたんですが、はい、まあ、介護保険の利用には申請が必要になってくるということで、そうですね、簡単に流れを申し上げますと、はい、利用するためには要介護認定の申請が必要になります、はい、でその後あのケアマネージャーがいる事業所等に連絡をしていただいて、個別にどんなサービスが必要かというケアプランを作成していただきまして、うん、であの利用していただくという形になります、うん、なのでサービスを受ける前にあの認定の申請が必要というところがポイントですね。なるほど。で実際どんなサービスが、左上の方にですね、自宅に訪問してもらうってあるんですけれども、うん、これはあのヘルパーさんがですねご自宅の方に来ていただいて食事のお世話をしていただいたり、うん、高齢者の方の居室のお掃除ですとか、あと入浴のお手伝いなどの身体の介助をしていただけるようになっています、はい、でその下の方に今度は施設に通って受ける、先ほどグラフの方でもあった通所介護ですね、うん、利用者さんの方が事業所の方に通っていただいて、そこでお食事をしたり入浴をしたり、それから他の利用者さんと一緒にレクレーションをしたりですね、あとはあの理学療法士さん等がいるところにですね通っていただいて、うん、リハビリを受ける通所リハビリというサービスもあります。でそのまま右に行っていただいて、短期間施設に泊まる、通称ショートステイってよく言うんですけれども、うん、短期的に入所をして日常生活上のお世話、それから機能訓練を受けることができるようになっています、うん、これはあの施設ですね、介護老人福祉施設、またの名を特別養護老人ホームっていうんですけれども、そういった施設や介護老人保健施設っていうところに、短期間入所して、利用できるサービスになっております、うん、はい、先ほど少し言いましたけども、下の方に施設のサービスが載っているんですけれども、うん、このサービスはあの居宅ではなくてですね、もうその施設の方に移り住んで利用していただく施設サービスということになります。今ご説明したサービスはそれぞれ事業所とあの一つ一つ契約を結んでいただいて利用していただく形になるんですが、ここでご紹介をしたいのがですね、左の真ん中の方にですね、通いを中心とした複合的なサービス、小規模多機能型居宅介護とあるんですけれども、はい、こちらは、この事業所一つでですね、通い、それから泊まり、訪問を、柔軟的に行っています。でこの施設の中にはケアマネージャーさんもいますので、別にケアマネージャーと契約を結ぶ必要もありません、うん、でまあ、慣れた土地、住み慣れた場所でですね、顔なじみの人と少人数で、利用ができるという施設に、地域に密着した事業所になっています。長崎市としてもですね、在宅での介護体制を強化するものとして、充実を図りたいと考えています、まあ、こうして見てまいりますと、本当さまざまな充実したサービス、はい、いろいろあるんですね。そうですね、はい、はい、
で今回の介護保険制度の改定で平成24年度から26年度の保険料が新たに決まった、先ほど3年に一度見直しが行われると言いましたが決まったということでご覧いただきましょう。こちらです。ここからは井上さんお話をお願いします。65歳以上の方の保険料になるんですけれども、はい、介護サービスにかかる費用というのが増えましたので、長崎市の基準額はこれまでの5万9500円から6万5900円、約 10% 率にして上昇をしました。そうなんですよね、はい、前回の改定の時にはその基準額は据え置きだったそうで、はい、今回6年ぶりになるんですよね、はい、価格が変わるということで、はい、改定後は6万5900円となります。およそ1割のアップ、ちょっと本当に負担が上がるというのはねきついことかと思うんですけれども、はい、ご協力ご理解いただきたいですよね、はい、この長崎市の保険料の基準額は、所得に応じて段階的に保険料が決まってくるんです、はい、それはこちらです。先ほどの基準額をもとにですね、一番低い第1段階から一番高い第7段階、7段階の8区分に分かれています、はいはい、第1、第2、第3と第4は2つに分かれて、はい、で5、6、7と8段階にその保険料の額が分かれるんですね、はい、ちょうど基準額6万5900円はこの間に来ます、真ん中に来ます。もうちょっと寄ってもらった方がいいかもしれません、はい、6万5900円ね。で、所得に応じてこの 0.5 半分だったりの3万2900円、で一番下ですね、1.5 倍の9万8800円だったり、はい、それぞれで変わってくるということになります、はい。介護保険は高齢者の暮らしを社会みんなで支えるための仕組み、相互扶助ですよね、はい、住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らすために介護保険で受けられるサービスや利用の方法を説明した冊子があるんですが、そちらも今回リニューアルされたんです。こちらになります。なるほど介護保険と書かれた冊子、本当にイラスト入りでとても分かりやすくなっております。文字も大変大きいので見やすいですよね、はい。この冊子はどちらで手に入れることができますか？はい、市役所の介護保険課、また、各行政センター、各支所で、配布をしておりますので、必要な方はお取り寄せください。はい、本当それぞれのご家庭でそれぞれもう皆さん本当全く内容が変わってくるかと思います、そういった詳しいお話を聞きたいという方はですね、ぜひとも説明会に足を運んでください。4月23日から介護保険料を中心とした介護保険制度の説明会が行われます。4月23日から6月13日まで、長崎市内52カ所の公民館やふれあいセンターなどで、説明を行います、日程場所につきましては、広報長崎の4月号、5月号またホームページでご確認をお願いいたします。はい、わからないことがありましたらお電話ください。長崎市介護保険課、電話 095-829-1163 番です。その説明会にはお二方もいらっしゃるんですよね、はい、もういろんな質問ぶつけていただいていいですよね、はい、はい、お待ちしております、今日は介護保険制度について介護保険課の森かおるさんと井上かおるさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。